ちょっと市村がそのラインに加わって一度フェイクを見せました重松。そしてこちらは永田、重松ふわっと浮かせてどうだ、決まった、ゴール、見事なコントロールショット、重松今季2ゴール、落ち着いて浮かせたボール、ゴールネットを揺らした、令和最初のピカスタボールは重松。さあ見てみましょう、この浮かせた素晴らしいシュートです。1対0、前半あれだけ押されていた釜玉アルサルキ、後半立ち上がり見事な重松のゴールが決まって1対0。さあここで